シュテファン・シューマッハーは、ドイツ・バーデン・ビュール・テンベルク州北部のグロスベットリンゲン、出身の自転車競技選手。愛称は、週2002年にチームテレコムと契約を結んで、プロ入り。2006年、ゲロル・シュタイナーに移籍。2007年、2008年、2009年シーズンより、クイックステップに移籍することが決定していたが、下、も、術のドーピング問題が発覚した。 2008年10月6日付の BBC ニュースによると、同年のツールドフランスにおける血液サンプルから、セラの陽性反応が発覚。これを受け、ドイツ自転車競技連盟は2年間の出場停止処分を課した。加えて2009年4月29日には、北京オリンピックにおけるドーピング再検査の A サンプルにおいてもセラ陽性が判明した。なお、 2008年までチームメイトだったダビデ・レベリンにも同様の陽性反応が出ている。また、直接の処分は受けていないが、過去にシューマッハーは、下記の事例によりその疑いを持たれたことがあった。2007年10月7日、飲酒運転事故を起こして、運転免許剥奪処分を受けた際、アンフェタミンが検出された。ただしアンフェタミンについてはレース中以外では、 検査対象薬物の対象とはされないため、ドーピングという形では、処分を受けなかった。なお、2005年にも、禁止薬物に指定されているカチンの陽性反応が、出タが、花粉アレルギー対策として使用されたものとして、こちらもドーピングの処分を免れている。2010年、イタリアのプロコンチネンタルチーム、ミケグエルチョッティと契約。2012年、 デンマークのコンチネンタルチーム、クリスティーナ・ウォッチズ・オンフォンへ移籍。F1 選手のミハエル・シューマッハとは、無関係だが、2008年のツール・ド・フランスで活躍し、注目を集めた際、インタビューでは何度も、ミハエル・シューマッハと親戚か聞かれたため、ミハエルのことではなく、もっと自分のことを聞いてほしいと不満を漏らした。ツアーロックド・バイニュー、ポジティブテスト。 ハットサイクリングタイム2009年4月30日付記事。サイクリングタイム2009年4月30日付記事。サイクルスポーツ2008年1月10日付記事。ありがとうございます。